おい霊夢、聞いてくれ。ツイッターでこんなニュースを見つけたんだ。ロシア軍、低い士気と戦闘機を理由に、特戦隊と呼ばれる部隊の展開を開始。特戦隊は、退却する友軍兵士を銃撃で脅すことで、攻撃への参加を強要するための部隊である、と。ついに来たわね特戦隊。というか、まあ今にならずともやってはいたんやろうなって感じですけど、自国軍の中でも武力行使とは、ロシア軍の兵士はやってられませんねー。まさか、この時代に特戦隊なんて言葉を聞くようになるとは思わなかったな。ただ、実はロシアでは近代の紛争の時においても、こういう特戦隊のような組織は活用されていたようだ。もちろん、歴史をたどれば世界各国でそのような部隊は存在したわけだが、本当に第二次世界大戦の時代の話を現代で聞いているような感覚に陥るぜ。ロシア軍の戦い方はなかなかアップグレードされていかないですねー。2週間程度の訓練で前線に出され、特戦隊からも圧力をかけられる兵士たちを不憫に思ってしまうわ。ロシア軍が特戦隊まで動員して戦い続ける意味があるんやろか、これ？ということで今回は、ロシア軍戦う気なし、自分を恐喝して戦わせる、特戦隊のヤバすぎる実態と題し、現在のロシア軍の特戦隊に関する情報、その活動内容について解説していこう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。今回のニュースは11月4日、イギリス国防省が挙げた報告から明らかとなっており、日本の各種メディアもこの報告を参考に、記事化していることが想像できる。同報告では、ロシア軍の士気の低下と戦闘への忌避行動の多発から、バリア部隊または、封鎖部隊と呼ばれる部隊の配備を開始していることについて述べられていた。これらの部隊は前線での攻勢を強要するため、自分の兵士が退却すれば、前線に戻れと脅すための部隊だ。すなわち、日本でいうところの特戦隊と言えるわけだ。なるほどね。でもいくら士気が下がったからってこういった部隊を投入するほどなのかしら？この理由については、前線での脱走兵が増えている状況に困った現場指揮官が、ロシア軍のさらに高位の司令官に要請する形で誕生したようだ。この特戦隊の制度導入と同時に、前線の指揮官には脱走兵を見つければ射殺することまで認められたとの報告もある。は？いくらなんでもやりすぎ、それに射殺してしまったら人員が減ってしまうやんか。人員が減ったら、より戦いも困難になるのに、特戦隊が導入されたばかりではあるけど、雲行きが怪しい気がしてならないわ。この特戦隊的な部隊が設立されたことに関して、イギリス国防省のような公的機関が取り上げたのは初めてだが、実は、すでにそのような兆候は10月に入ってから見受けられていたのも事実だ。ということは、すでに前線から脱走した兵士なんかは罰せられたりしていたってことですかねー。例えば、以前の TikTok に動画を公開したカディロフツィの部隊に関する動画では、カディロフツィは10月以前の段階で、エルソン州とクリミア半島の境目ぐらいに配置されており、ここでは脱走兵の取り締まりを行っているとの情報があった。この脱走兵の取り締まりに関しては、射殺や脅しなどを行っていたかどうかについては不明だが、やっていたことは今回の特戦隊と似たようなものではないだろうか。ロシア軍内で行われていると思っていたけど、カディロフの部隊が特戦隊的に関わっていたんですねー。ちなみに冒頭で述べた、かつての紛争でロシアで活用されていた特戦隊というのは、このカディロフ機が担ってきた役割なのではないか、と考えられる。実際、3月のキーウ侵攻の際にも、キーウにはカディロフの部隊が投入されていたことが分かっており、この部隊はキーウ周辺の森へ逃げるロシア兵を借り、処刑していたという情報も半年以上も前に報告されている。報告された映像では、逃げ込んだ兵士が滞在していた住居を占領して楽しそうにしている。そんなカディロフの兵士の様子が確認されていたぜ。いやもう完全に世紀末やな。まるで兵士狩りを楽しみにしているようにも感じるわ。逃げた兵士を追ってる暇があるなら、前線に参加した方が有益な気もするんですけどね。キーウ侵攻の際にはカディロフの部隊もウクライナの精鋭と戦ったが、この時は完全に返り討ちにあったようだ。あ、脱走兵には強いけど、敵の精鋭と戦えるほどの戦力は持ち合わせていないわけですね。カディロフの部隊による特戦隊的活動の報告は他にもあるんだ。5月頃には、カディロフの部隊の司令官がロシア軍の徴集兵に対し、戦いたくない者はいるか？と尋ね、
手を挙げた者はその場で即座に撃ったという、いわば見せしめとしての要素もあったものと思われる。見せしめとしても、実際に射殺してしまうのも現代の話とは到底思えないわ。というかカディロフ機は、ロシアの正規軍を差し置いてこんなことしちゃっていいわけ？なぜカディロフの部隊が特戦隊のような活動をこれまでしてきたかについてだが、もちろん、そのような行為はロシア正規軍としては認められない行為だったからだ。つまり、ロシア正規軍を差し置いてというよりは、正規軍の代わりにその役目をしているんだ。他国への軍事的関与をロシア軍が行えない場合、その代替的な役割としてワグナーグループが活躍したように、チェチェンのカディロフの部隊も、特戦隊としてその地位を確立したわけだろう。ロシア正規軍が行えないことだからこそ、彼らのような私兵集団が行っていると考えられる。それでカディロフの部隊が、ロシア兵たちを鼓舞させるような役割になったのね。今となっては自ら兵士を減らしているような状態になっているわけですけど、ところが状況は思ったより深刻になっているようだ。10月17日時点のツイッター上の投稿では、ロシア軍の特戦隊が二重に展開されているという話すら上がっている。なんでせっかく特戦隊がいるのに深刻になっちゃうわけ？それに二重の展開って何なの？特戦隊に特戦隊がついているってこと？例えば最前線に A 部隊、その後ろに B 部隊、さらにその後ろに C 部隊が配置されているとする。この時、A 部隊が逃げれば、B 部隊は A 部隊を撃つことができる。さらに B 部隊も逃げれば、C 部隊が B 部隊に発砲することが許可されるというのだ。つまりこれまでチェチェンの部隊が担ってきた特戦隊としての役割では飽き足らず、特戦隊を二重に展開する必要が出てきているというのだ。すでにウクライナに投降した、あるロシア軍の囚人兵の証言によれば、私は前々と知らぬうちに前線へと連れてこられた。そして、私はバリア部隊として座っていた。もし誰かが逃げるようなことがあれば、私はその誰かを殺すのだ、と。特戦隊の兵士たちも、知らず知らずのうちに特戦隊にさせられているのね。また、私は前線から2番目の部隊に配置されていたが、私の後ろにはもう一列部隊があった。もし私が逃げ出した場合は、その部隊がバリア部隊となる、とのことだ。先ほど話した二重特戦隊の話と繋がってくるわけだな。そんなに多くの特戦隊がいるんですかね。いくら脱走兵が多いとはいえ、逃げる前提の配置やし、特戦隊を用意するより、兵士の士気を高めるためのその他の方法がもっとあるんやないかと思うわ。とはいえ、ロシア軍では特戦隊が活発になってきている事実がある。今度はこの特戦隊の各地での活動について、掘り下げていこうかと思うぜ。特にこの特戦隊の活動が報告されているのが、10月、11月近辺ではヘルソン州に多い。ヘルソン州には、9月21日以降に動員された兵士が多く集まっていることも明らかになっている。部分動員令で徴収された兵士たちのことですね。うむ。彼らは装備もなければ訓練もしていないことはこれまでも伝えられてきている通りであり、そのような彼らが、敵にそのまま降伏することを避けるためにも、特戦隊という部隊がこの地に多く配置されているのではなかろうか。兵士の数が増えても、増強には直結しないし、素人同然の兵士が逃げ出すのも無理はないですよね。そういった兵士たちを前線で戦わせるには、脅しや暴力が手っ取り早いって考えからの特戦隊なんかな。急遽集められた兵士には団結力なんてものはないし、突然前線に送られたら逃げたくもなるでしょうしね。現に、10月15日頃、欧州系のメディアに投稿された SNS 上での動画では、ロシア軍のある兵士がウクライナ軍に投稿している姿と、その投稿しようとするロシア兵を、後ろから発砲しているロシア軍の姿が公開されている。特戦隊の銃に脅かされている前線の兵士たちは、主にヘルソン市内での塹壕の準備や治安維持などの活動に従事させられているようだ。映像を見ると、投稿しようとしているロシア軍の兵士があまりにも疲弊した様子で心が痛むわ。もはやまっすぐ歩くほどの力は残っていないようで、特戦隊の導入の凄惨さに驚きを隠せないんやけど、もっと悲惨なところもあるんだ。バフムート戦線では、その惨状が特に伝えられている。バフムート戦線を主導しているのは、ワグナーグループの部隊であり、ワグナーグループは多数の囚人兵を、ウクライナ軍の砲撃が飛び交う地雷原に突撃させていることがすでに判明してる。彼ら囚人兵が前に突撃するしかなかったのも、後ろから銃を突き立てられていた、すなわち特戦隊が配置されていたからだというのだ。砲撃と弾幕にさらされながら傷だらけの体で、進もうが進まなかろうが、死が待ち構えている状況で、逃げ出すこともできずに特攻するしかないなんて。でもロシアにとってみれば、特戦隊がいるから兵士が特攻してくれて前進に近づくのよね。霊夢の考え通りかと思えば、実はそうでもないんだ。そのような特戦隊がロシア軍にとって効果的なのかと言われると、
決してそんなことはない、ということがすでに明らかになっている。具体的には、以前ウクライナ北東部のリマンがウクライナ軍によって奪還された時、この地にはスペツナズなどの部隊を含むロシア軍のエリート部隊が残っていたようだが、彼らもまた、特戦隊の存在によって撤退を拒絶されていたというんだ。しかし、リマン陥落間近となると、あろうことか特戦隊の方が先に逃げ出した。このため前線の一部の兵士も逃走に成功したようだが、多くの兵士は戦死に至ってしまった。特戦隊が逃げ出すほどの戦地だったの。前線の兵士はより一層の地獄やんけ。兵士が逃げ出したいと思う局面で、逃げ出せなくさせるための特戦隊じゃなかったの？リマン陥落の直前は、北側から完全に囲い込む形でリマンのロシア軍が包囲されそうだったからな。特戦隊もそのまま包囲されてしまう可能性が高かった、ということだろう。なるほど、それで逃げ出したのね。自らは前線に兵士に死ぬ気で戦えって言っておいて、自分がその立場になったら逃げると。まあでもそうよね、そういうもののような気がするわ。予想でしかないが、二重特戦隊のシステムが構築されたのは、このリマン陥落が原因なのではなかろうか。特戦隊も逃げてしまうのだから、特戦隊を特戦する部隊を作ってしまおうと。なるほど、そのうちに特戦隊の特戦隊の特戦隊くらいまでできてしまいそうですね。ゲシュタルト崩壊待ったなしだな。そもそも特戦隊という存在が、まさかかつて世界第2位の軍事大国とも呼ばれていたロシアから、公式に出てくること自体、正直もう驚きというか絶句というか、投降する兵士たちが増えすぎたため、かつてのソ連を意識した軍制度を取り入れようとしているのだろうが、進む道が敗北と崩壊の道であることに本人たちは気づいていないのであろうか。特戦隊の導入や重犯罪者の動員など、まさに第二次世界大戦中と同じことをやっているロシアやけど、ソ連が第二次世界大戦で勝利したのと同様のことが、現代では逆効果になっているようですね。ロシア苦肉の策もここまでか。戦力の限界が近いのかもしれないな。といったところで今回の解説は以上だ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。